皆さんこんにちは、チャッキーでーす。今ね、セブンイレブンさんに行ってきたんですけども、こちらのね、この7チキ、こちらのとろけるスライスチーズ、こちらを使ってね、めちゃくちゃ簡単なおつまみを作りたいと思います。完全にポチャポチャ飯なんで、食べるときは気をつけてください。それでは今日もポチャっと作ろうか。おう、作り方はね、むちゃくちゃ簡単です。こんな感じでね、7チキをね、適当な大きさに切ってね、スライスチーズの上にのせます。この上からね、もう1枚スライスチーズをドカーンとのせてね、はい、このまま電子レンジ600ワットで1分半から2分間加熱してください。はい、完成いたしました。もうどうですか、これ。チーズがとろけて7チキに絡む、もうこれだけで絶対に美味しいです。めちゃくちゃおつまみに最高なんでね、いつものおつまみに飽きたなっていう方はぜひ試してみてください。そしてね、こちらこのまま出来たて熱々を食べてもね、むちゃくちゃ美味しいんです。冷めてもね、周りのチーズがね、少しパリパリになってきてさらに美味しいんでね、もう熱々でも冷めても美味しいんで、ぜひ。それではいただきます。はい、うまい、間違いなし。はい、ということでね、もう完全なるポチャポチャ飯、ポチャポチャおつまみ、ぜひね、皆さんにも試してもらいたい簡単なおつまみでした。今回は以上となります。ありがとうございました。ボタンをタッチ。